今日は夕方4時に取引先で打ち合わせがある。それでケツカッチンのサイクリングをする。時間短縮をして景色のいいところだけ、いいとこ取りのサイクリングだから往復輪行だ。足利市駅に着いた。足利市駅の真ん前に渡良瀬川があります。今日はここを下ってきます。渡良瀬川です。いい景色。いやー、のどかな最高だぜ今日も。僕はフリーランスで35年生き延びてきた。この自由業には休みという概念がないんだな。仕事はオンかオフ。一日中をオフってれば俗に言う休みということになる。だから日曜日でも例えば編集しなければならないときはその時間だけが仕事がオンになるわけだ。今日は午後4時からの打ち合わせがあるのでそこだけ仕事がオン。それに合わせてこうしてサイクリングを楽しむ。フリーランスの一番いいところだね。渡良瀬川の右岸、道がなくなったので佐賀へ渡ります。とってものどかですね。いつものように冒険を楽しむと時間が読めなくなるので、こうしておとなしくひたすらアスファルトの道を走る。おい亀、こんなとこ行ったらお前干上がっちまうぞ。お前どうすんだよ。おい亀くんよ。おい亀、生きてるな。おい、アホな亀あんたよ。本当にもう水気がまるきりないアスファルトの上でよく生きてたよ。もうあ、まあいいよ。事情で土手の上を走れなくなり一般道を走っております。右手の奥の方に渡良瀬川があります。渡良瀬川の土手に戻りました。渡良瀬遊水地のシンボル、あっけなくついてしまいました。道の駅北川辺が見えてきました。やったね。これからアパートに帰っていつもの大好きな銭湯に入って十分に打ち合わせに間に合いそうだ。ナイスタイムキーパーでした。